んにちは、みなこファミリー TV のみなこです。マイルです。リタです。はい、今日はですね、なんとキッチンノエルさんが立っております。イエーイ。キッチンにはなかなか入らなかったノエル、最近心境の変化でもあったんでしょうか。最近はまあ、はい、まあそうですね、家で、はい、夜ご飯を作るように、おお、たまに作るようになりました。素晴らしい。少女ノエルさん20歳、ご飯を作ってくれます。というわけで私はいいのかな、休んでて。あ、じゃあ休んでてください。ひょほーい。では私はおまこと遊んでます。おまこちゃんとだよ。今日は照り焼きチキンと野菜たっぷりのコンソメスープを作っていきたいと思います。ご飯を炊いていきます。パン入れます。なんか懐かしいね、なんかさ、あれだったよね、小学校の時ってさ、私が仕事から帰ってきたら、とりあえず学校から帰ってきたらご飯だけ炊いといてっていう風だったからさ、仕事から帰ってきたらもうご飯が炊けてって、でおかずだけ作るみたいな。ご飯炊くのがいい。そうそうそう、仕事だったね。手の甲が全部隠れないくらいかな。で、早炊き。あ、できた。まずはスープから。6、7人前ぐらいで作ります。旦那さん結構食べるの？最近なんか食欲がすごいかも。これ誰がおむすびの？には人参半分だけ使います。妹たちにさ、ご飯作ってた時ってある？いや、ある。火は使っちゃダメって言われてたから、電子レンジでできるやつとか、火使っていいよって言われた時に作ってたのは生焼きぐらいか。6人前作ることってめったにないでしょ。ない、そんなもんないね。リアは食欲は？リアの食欲はすごいね。この人同じくらいすごいわ。今のままいっぱい食べてたらさ、大人の半分以上は食べれそう。大人のやつも。確かに。レントはどうだった？レントどうだったかな。レントあんま食べなかったね。てか食べるの今も遅いよね。もう小学校の時食べるの遅かったし、給食で結構最後の方まで残って食べてた。レントね、給食当番の時おかわりすると当番間に合わないから給食当番ってでも食べるの早いよね。ね、早く食べて片付けないといけなくない？キャベツ切ります。キャベツじゃない、玉ねぎ切ります。リアちゃんは、ん、お野菜は食べますか？お野菜はなんかね、特に何が嫌いっていうのはないんだけど、この料理の時は食べないとかは、でも多分気分なんだろうね。食べる時は食べる、なんでも。2リットル。
どう、うまい？うん、上手。リタはまだミルクかな。ミルク、でも最近あの離乳食始まって、まだ始まったばっかりだから、なんか10倍がいるなんだけど、割とまあ食べてはくれる。これやって、コンソメを大さじ3入れます。大さじ3、じゃあ塩コショウで味を整えます。お台場、うん、大丈夫。さあ仕上げにバターを入れて、これぐらい入れます。ちょっと適当に。これは完成です。とりあえずチキン作っていきます。君たちはおんぶ好きだ。あ、いいじゃん、おんぶしたことなかった。あ、おんぶ楽だよ。いいよ、おんぶでしたね。鶏もも肉を切っていきます。他には何作ってるんですか？手羽元の甘辛煮とか、調味料入れて、肉入れて、圧力鍋、まあ、カレーとか、シチューとか、あとチンジャオロースとか、ホイコーローとか、片栗粉をまぶします。こうやってやって、あとは焼きます。焼く前にちょっと焼いてる時に調味料入れるとちょっと戸惑っちゃうから、焼く前に調味料を作っていきます。先に。で、酒、みりん、じゃあ醤油、あとは砂糖を入れます。糖が大さじ3杯入れます。料理酒も大さじ3、みりん大さじ6入れます。美味しそう。いや、これは美味しそうって言えないでしょ。お世辞だなぁ。気使われてます。どより身長いくつだっけ？150だよ。おー、2センチ買ってる。伸びたんだ。伸びた。まだ気持ちいいだろうな。どう？本当だ。立ってる？うん、こっちひっくり返してみて。いやー、どうだろう、脳の勝ってる気もするけど、そんなことない。それで見るとね、いや、これで見るとより高いけど大丈夫。ひーちゃんも今のうちから料理しといた方がいいですか、ノエル姉さん。でも生地は器用だよね。お菓子とかさ思ったね。最近やってくれないんですよ。誰かシオンのチーズケーキの味を引き継ぐものがいないのかって思うけど。確かにね。今度さ、じゃあさ、ヒスにさ、
シオンにリモートを教えてもらいながら、うん、チームワークを作ってるんだよ。うん、早く行って。火はちょっと中火にして、食べる？やっぱりやばいよ、蒸し焼きにします。こちらはゲットやだ。じゃあ調味料入れます。ママ、ゆでちゃんごめん。これで煮詰めます。あ、うまいかな。うん、うん、ご飯炊くのうまい。まあ、天才だな。久しぶりなのに久しぶりなのにご飯天才。一応覚えてて、水の位置なんだかんだできちゃうから。そうやってね、自分を認めることで、成長していくんです。そういうことですよね。あ、自分を奮い立たせてるの。なるほど。天才天才って。なんか自分も何でもできるわって。そういうことね。まあ、いい感じかも。結構トロトロになってしまーす。パノールが作ったんだけどさ、食べてくれる全部。このチキンも食べてくれる？うん、いいよ。ねえ、いっぱい食べる。いっぱい食べてくれるの？完成です。では合わせてください。はい、いただきます。いただきます。じゃあ食べていい？じゃあ食べようか。はい、どうぞ。のりさん、今日のメニューは、どれがいい？どれ？あれ？これ何？のりさん、照り焼きチキン食べない？照り焼きチキン美味しそうだぜ。これ絶対さ、ご飯の上に乗っけて丼ぶりしたら美味しいんじゃない？ね、はい、どうぞ。いただきます。熱いね。夫婦してよ。うん、野菜おいしい。うん、うん、めっちゃうまい。よかった。うん、うまい、おいしい。ゆずちゃん、そう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 、これよく作ってんの？よく作る、簡単だし。逆に私これあんま作ったことないわ。うん、ねえ、みんなあんまりないよねこれ。うん、これ作るわ私も。うまい。リアちゃんはあれだね、お野菜もちゃんと食べるしよ。うまいな。何でも食べる。ゆずちゃんどう？おいしい。おいしい？ゆずちゃん好きでしょこれ。あ、これ待って。ね、ゆずちゃん好きでしょ。ちっちゃな食べてみる。これスープ美味しいね。スープ簡単だった。うん、なんか温まるわ、ほっとする味。ゆず、うん、ちゃん、今日はこれノエルが作ってくれたんだよ。ミートボール、フラッフル、レタス。成長ですね。
ライムとかヒスイとかすごいちっちゃい時はね、たまにあったよね、卵焼きとかさ、スクランブルエッグとかさ、うん、卵焼きはね、小1から小3ぐらいで、うん、たまってた。一時期料理ブームあったよね、うん。美味しいの？ここは入れてあげようか。待って、ライスを食べる。はい。偉いじゃんと。これ食べる？トマト？さあ、というわけで今日は長女のエルちゃんがご飯を作ってくれました。いや、本当に美味しかったね。リエちゃん美味しかったね。いつもママこうやってご飯作ってくれるの？よかったね。はい、というわけで今日はランチでした。